一日中寝てました。また同じ部屋ですね、ここ。はい、今日も食べては寝ての繰り返しですね。今日もうすでに今こちらの時間で6時です。夕方、これからまた食事に行きます。テレビの皆さんがトランプをしよう。じゃあまた。体がなまりきってる。もうここの数歩から出てないな。あ、そっか、これ欲しいか聞けばよかった。なんか人がいっぱいいるな。体が疲れた。いつもの夜ご飯。さすがに3食は飽きてきたんで、多分今日違う食事のところを探してますね。ここ初日に来た小学校です。小学校みんな今日も一日ドラえもん売ってるね。650元、そんな遠くないか。ビデオ見ます。看板が綺麗になってる。